スタートしまししたた揃いましたまずは内から2番のクイーンズ・ラピスそれをかわして3番コアプライドが先頭に立ちますコアプライドの外から5番のマイネル・ポルテスが並んでかわして花に立ちましたさらに8番の6番のサタノ・ラーゼン7番の北タサン・ブラックが今2番手に上がって3番手集団には8番グラブ・ザ・フラッグも取り付きました2コーナーを回ってこれから向こう正面市場新ハンサスの後ろ2番のクイーンズ・ラピスが控えて あとは2馬身が空いています11番のダッシングブレイズ内から4番ラブ・イワーマン半馬身内が9番のエミネスク中段のインその直後に10番のサンマルティンです。 さらにマスト目から12番のエニグマバリエートそれをかわしてその後ろ1馬身差13番ウェルブレッド半馬身差を詰めて14番シンキングロージス最高峰は1馬身差1番のテンプルオブラブという体型です残り1200を切って5番のマイネル・ポルトゥース大きな逃げを打っています7馬身8馬身のリード2番手には7番キタサン・ブラックその後ろは2馬身半差 8番その後ろ8番のグラブ・ザ・フラッグの追走それから2馬身3馬身相手3番コアプライドその後ろに6番サトノ・ラーゼン2馬身差2番クイーンズ・ラピス1馬身差11番ダッシング・ブレイズその後は1馬身9番エミネスク4番のラブ・ウィアマンと並んでさらには12番エヌグマ・バリエートその後ろに10番のサン・マルティンです34コーナー中間を通過さあ先頭は5番のマイネル・ポルトゥスまだ10馬身以上の差をつけて4コーナーのカーブ2番手にはグラブ・ザ・フラッグと そのうちからは北サブラックと2頭が並んで第4コーナーをカーブ先頭早くも直線に入りましたマイネル・ポルトゥスまだリードを7馬身から8馬身保っています2番手には8番のグラブ・ザ・フラッグ内は7番北サブラック400を通過リードが5馬身4馬身なくなってきたあと後方からはクイーンズ・ラピスさらにはコアプライドその外からは6番のサートノ・ラーゼンと1番外はドダーシング・ブレイズ内にコースを取ったのが9番エミネスク坂を駆け上がって残り200を通過先頭変わった7番の北サブラック突き抜けて1馬身2馬身のリード2番手争ーストから8番のグラブ・ザ・フラッグ トのラーゼン2番手3番手の争い先頭は7番北サンブラック完勝ゴールイン2番手はどうか外6番里のラーゼン最後2番手上がったか内が8番のグラブザフラッグです